秋葉秀人は、日本の経済産業官僚。独立行政法人中小企業基盤整備機構、副理事長、経済産業省経済産業研修所長、一般社団法人日本産業機械工業会、代表理事などを歴任。茨城県小賀市出身。栃木県立栃木高等学校を経て、1987年、一橋大学経済学部卒業。 通商産業省入省。1994年カリフォルニア大学サンディエゴ校、留学。1995年北京、大学経済学院留学。1999年外務省在中下人民、共和国日本国大使館伊藤書記官、中小企業庁、長官官房政策庁成果庁補佐を経て、2002年、中小企業庁長官官房政策企画官、 2004年独立行政法人日本貿易振興機構、香港センター産業調査員。独立行政法人日本貿易振興機構香港、産業研究院事務所長を経て、2007年経済産業省製造産業局産業機械課長。2008年経済産業省通商政策局北東アジア課長。2010年経済産業省省務情報政策局。 取引信用課長。2011年経済産業省省務、情報政策局省取引監督課長。2012年独立行政法人石油天然ガス、金属鉱物資源機構総務部長。2014年経済産業省北海道経済産業局長。2016年から独立行政法人中小企業基盤整備機構、副理事長として、 支援体制強化などにあたった。2020年中小企業庁長官官房中、小企業政策統括調整官。中小企業庁長官官房中小企業、政策統括調整官兼経済、産業研修所長を経て、2021年大官、一般社団法人日本、産業機械工業会専務理事、代表理事。ありがとうございます。